どうもタッカーです。 MLB ダショー20やっていきたいと思います。ということで今回は日本人選手のね打撃フォームとか投球フォームをね紹介していこうと思います。前回日本人メジャーリーガーの選手の能力を見ていくっていう動画を上げたんですけど、結構好評で打撃フォームとか投球フォームも見たいですっていうリクエストがあったんで、今回はねそちらをやっていきたいと思います。さあということで、まずはマー君からですね、田中将大投手からいきたいと思います。で今回はちょっと実操作でねピッチングやっていこうかなと思います。どうかな、なんかちょっと違うような気するね。じゃあちょっとあれかな、ランナー出してみてセットポジションでちょっとね投げさせてみましょうか。いやマー君本当今作顔かなり近づいたな実物に。さあランナーが出た状態なので、ここでセットポジションですね。まあこのゲームねぶっちゃけセットポジションになるとね投球フォームかなり見てなくなるんですよね。まあでもとりあえずこんな感じですね。さあ続いてツインズの前健こと前田健太投手ですね。さあ行きましょう。まずストレートから行こうかな。お、早速打たれたな。ちょっともう一回ストレートからいきますね。前剣は結構似てるかな、どうですかね。で、これがサークルチェンジで、カーブ。おー、いい感じでブレーキの効いたカーブ。最後は高めのストレートでいくか。引っかからないな。よし、じゃあランナー出した状態で投げさせてみましょうか。セットポジションですね。どうだろう、結構セットポジションになった瞬間マー君と投げ方多分似てるんじゃないですかね。多分ねこのゲームセットポジションの投球フォームまでねそこまで再現できてない気はするんだよね。よし、さあ続いて大谷翔平選手ですね。まずはねピッチングの方からいきます。大谷選手はねかなり似てると思うんですよね。360度のねモーションキャプチャーで投球フォームも取ったらしいので、まあ、かなり似てますよね。まあ、強いてあげるならちょっと力感のないフォームにはなってしまっているので、まあ、それがちょっと惜しいかなっていうところはあるかもしれないですけどね。でもやっぱ似てるね。さあじゃあちょっとリタランナー出しますか。さあマドン監督が謎のね申告敬遠全然そんな場面でも何でもないんだけどね。さあこれでランナーが出た状態なのでセットポジションになりますね。セットがね本当残念なのよ。あやっべ普通にホームラン打たれたじゃん。さすがに1球じゃちょっとあれなんでもう1回、申告敬遠。いやにしてもマドン監督の再現度も結構高いですよね。さあ行きましょう。これがスライダーか、次がスプリット。特にね大谷選手の場合はランナーいない時の投球フォームがかなりやっぱり似ているのもあって、本当ねセットポジションになった瞬間に全然似てなってなるんで、それがねめちゃめちゃ残念なんだよね。さあ今度はバッター大谷をね見ていきたいと思います。フォームはね、MLB ダショー18で初めて大谷選手が実装された時とね変わってないと思いますね。まだすり足にする前の段階のフォームなので今とだいぶ違うとは思うんだけどね。まあでも結構腕の角度とかは、似てるんじゃないかな。
さあ菊池雄星投手ですね。さあ行きましょうか。おでもどうだろう、前作に比べるとちょっとフォームの改善はされた気がする。うん、前作よりはマシになってますね、投球フォーム。似てる方っちゃ似てる方になるのかな。まあでもめちゃめちゃ似てるかっていうとちょっと微妙ですよね。さあスライダーですね。でチェンジアップ。あ、ナイス。トラウトから三振。いや審判シカトしてんの、キャッチャーの。キャッチャーが審判にボールくれってやってたのに。めっちゃ審判シカトするじゃん。さあ来ましたね、平野選手見ていきましょう。いやー、本当顔グラに関しては前作からかなりパワーアップしてますからね。さあ投球フォームはどうかな。あでもね、投球フォームは結構うん近いんじゃないか、比較的。こう似せようとする努力は見えるよね。よし、いいね、プホルス三振。しかもスプリットがね一番上に来てるってところも、やっぱイメージがスプリットがいいっていうイメージが結構あるんでしょうね、きっと。おお、ナイス。おーいいね。今度はね、平野投手のセットポジションでの投球フォーム見ていきましょう。まずはストレート。セットポジションになると投球フォームが似てなくはなるよね、やっぱり。よし、 OK。 さあ続いてダルビッシュ有投手いきましょう。まずはストレートから。カットボール、ちょっとアウトコース高めにボール球かな、うん、おお、いいコースだけどね。さあそして縦カーブ。ああ、いいとこ決まった。さあ次がツーシーム。さあ続いてダルビッシュ投手のセットポジションでの投球ですね。今のがストレートで、スライダー、カットボール、そしてツーシーム、そして縦カーブ。さあラストはこの選手、加藤豪介選手ですね。加藤豪介選手の場合はAAA でね、もともと所属になっているので、一旦メジャーにね上げて今回試合に出場させてるって感じですね。どうですかね、フォーム的には。一応ね、 YouTube とかで加藤豪介選手のね打撃フォームとか探してみて、まあ、ちょっとだけ見たんですけど、うん、あんまり似てないかな。ちょっとカメラの角度変えてみました。こっちの方が見やすいかな。これちなみになんか適当にフォームが割り振られてるのかな、それともちゃんと加藤豪介選手用のフォームとしては作られてるのかな。今ねエディットの画面に来てるんですけど、ここのモーションで見れるはず。お、バッティングスタンス、ビクター空手に、うーん。これは何、一番ビクター空手にフォームが近いからそれになってんのかな、それともバグというかミスでこうなってるだけなのかな。なる
ほどね、これは面白いな。ビクター・カラティニのフォーム当てられてるっていうね。まあ好きなようにね、ある程度はフォームをちょっといじることはできるんで、今の実際のね加藤豪介選手のフォームに近づけさせることも、まあ、できなくはないかなと思うんだけどね。あ、顔も普通にこれいけるじゃん。やばい、やべえ、顔のエディットいけちゃうわこれ。基本的にはね、これメジャーリーガーたちはみんななんかこう顔をスキャンしたりとかしてこのねゲームに取り込まれてるはずなので、顔自体をねいじれなくなってるんですよ。うん、だけど加藤豪介選手の場合はいじれたね。そっか、まあ頑張れば多少はマシにできんのかな。なのであれだね、もうこう似てるようにある程度再現して作られたって感じなんだろうけど、でもなんかな、スキントーンとかもうちょい、まあ言ってもこれぐらいでしょって感じもするしね。うん、日焼けして黒いのは確かにわかるんだけど、さっきのはもうだってちょっと黒すぎでしょ。まあね、なかなかパーツのエディット画面で似せるってかなりきついんですよね。しかもアジア人なんで顔のパーツの種類っていうのも少なかったりするんですよね。なので、うん、似せようって頑張っても、まあ、限界はあるかな。今回は日本人メジャーリーガー、まあ、マイナーリーグの選手もね含む全7選手を見ていきました。もうすでにね上がってる動画で言っているんですけど、今シーズン2020年シーズンからメジャーリーグでプレーすることになったレイズの筒香選手、ブルージェイズの山口選手、そしてレッズの秋山選手はまだこの座礁20には実装されていないので、おそらく1ヶ月後とか2ヶ月以内ぐらいにはアップデートが入るかなと思うんですけど、なので今回はねその選手たちはちょっと紹介できなかったんですけど、あとは田澤純一選手もね、確かレッズの AAA にいたっていう話だったらしいんですけど、ここ最近契約解除になっちゃったらしいので、確認してみたんですけど、こちらの方には入ってなかったです。あとコメントで吉川俊平選手という、若いピッチャーがダイヤモンドバックスの AAA に所属しているということで、探してみたんですけど、こちらもね残念ながらね収録されてませんでした。はい、これはちょっとねなんでかなっていう、まあ、田澤選手の場合は契約解除になっちゃったっていうのもあるんで、まあ、収録されてないっていうのもわからなくはないんですけど、うん、吉川選手に関しては今もダイヤモンドバックスの AAA に所属しているようなので、こちらの収録がねなかったのは、うん、非常に残念ですね。ということで今回はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。